はいどうも、アルテマンです。今日はギガ伝説級のイライザをね、ノーデスで攻略をしてみたいと思います。ただ普通にやるのではなく、お任せバトルのみでノーデス攻略してみたいと思います。それでは早速ご覧ください。どうぞ。じゃあ、お任せバトルだけでね、やっていきます。作戦だけね、ちょっと行け出していただきましょう。あと、まあ道具も使いますかね。道具もちょっと使わせてもらいましょう。お、早速アルテマレンザン行っちゃう。もうね、操作してないんでね。全然傍観者ですよ。あ、やっぱ、あれですね。いろいろやろうぜだと、バフをかけてくれると。アルカナンで守備力、ね、ダウン状態になっちゃいましたけど、即座に対応と。さあ、デドスも、デドスが来る。あ、でもまたいじゃった、またいじゃったよ。あ、なるほど、超越溜まってたけど。さあ、この辺のコントロールがね、できないのがやっぱオートの厳しいところです。うわ、危ない、危ない。ちょっと特約、特約いこう。危ない危ない。あ、でも今ね、待ち針張ってなかったら、ああ、危ないよ。早速危ないだろ。おっ、許されていく。あ、人徳を使っていく。あ、このね、聖人の兜と錬金のさ、効果で回復するのが結構強烈だね。140とか回復したね。すごいね。あー、2連のコンボはきついよこれ。あー、またいじゃう、またいじゃう。あー、回復が打てないね。大丈夫これ。怖い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 。ちょっとすみません、野草投げます。ああ、おお、怖い怖い怖い。さあ、必殺が来てスピード覚醒になっていく。ああ、ありがたいね、ありがたいね。時空術師の能力か。いろいろやろうぜ。でもあれですね、結構回復使ってくれるんだね。今のベホイミすごい良かった。よしよしよし。ちょっと危ないところはいくつかあったけど、とりあえずイライザー突破。さあ、宇宙セールスマンさん、どうも。新装備、こんなね、こんな状況の中、営業ができるのもね、宇宙セールスマンならではですね。さあ、ルブスの結界で、バフを入れて、さらにフィオリンも入れていって、さらに疾風と通る。この盾が硬い硬い。硬いのなんの。波動で、おって思ったけど、時空術師の力で、いてつく波動が、一回向こうになったね。よかったね。あ、硬い硬い。いいねいいね。安定安定。あ、流星、流星、
流星はどうだったんだ今のは。さあとりあえず盾を落として水力増してさらに鉄槌、おーコンボいいねいいね、コンボ繋がってくね。あーでも実にかゆいところに手が届く支援をしてくれるね、バフを入れてくれるね。だい今全部バフにかけて、おお吉野の前いいね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 。さあ最後あとここ問題はギガクラいった、よしよしよし、ギガクラいって、あああんま食らない、これは。あーでも聖人無双が来ちゃうな、大丈夫かなこれ。ちょっともう一回薬草を特約をなくさせてください。よし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 、アルバナムいいね、全部こう装備してる装備がさいい感じに活躍してくれてる。魔法ステ魔法ステ魔法ステはなんかもうちょっと前に言ってほしかったな。さあだけど、あーでもあー聖人騒乱撃、あー落とせない、残ってる、あ危ない行った行った行った、ノデス来た来たよ、よし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 やりました、来たね、ギリギリでしたね。いやお任せバトルいいね、いいですね。あ粉落ちた、粉も落ちました、ありがとうございます、やったねー、ノーデスいただきました、ありがとうございます。さあということでございまして、ノーデス見事ね達成できました。装備の方なんですが、まあこんな感じですね。まあシャド体制を中心にもう取ってますということと、やっぱりアルテマ連山がねメイン火力になってたので、まあ、できうる限り攻撃魔力がね、上がる装備と教えですね。これをまあつけていったというような感じですね。で、魔戦の教えは、これ魔法連山のコツってしてるんですけど、まあ、呪文耐性中の方が、まあ、今更なんですけど、良かったかなというふうには思いましたね。で、まあ、紋章の方はこんな感じですね。まあ、会心のね、会心アルテマを狙ってます。で、あと、まあ、スキルはね、もうこんな感じということで。で、続いて、まあ、ゴッドハンドですね。ゴッドハンドなんですけど、まあ、ゴッドハンドの装備は、まあ、こんな感じと。全部のね、3キャラ分、ね、理想な装備が揃えられればいいんですけど、まあ、そうはいかないので、まあ、残ったね、あり合わせのものをちょっと使ってると。まあ、その点、今回のポイントとしては、やっぱハンサムスーツ下ですね。本当にこれが優秀で、これ一つで、かゆいところに手が全部届いてしまうと。なので、まあ、守備力こそね、まあ、低いんですけれども、まあ、守護結界白で、まあ、イオも、耐性 30% 取れるし、で、ギラも取れると。で、さらに、勇者の前が発動したらラッキーだね、と。いうようなことですね。結構波動の頻度もね、多いので、まあ、ハンサムスーツ下ね、非常に、おすすめです。で、あと、まあ、命令のハンマーですね。命令のハンマーと、あとは、最悪とね、怨念の首飾り、なぜかつけてます。まあ、呪文耐性がね、下がるのをちょっと嫌ってつけてるんですけど、まあ、これじゃなくてもよかったのかな、というふうにはちょっと思いました。で、あと、最後、一番悩ませたのが、ここなんですよね。回復。で、回復はね、オートなんで、いつ使ってくれるかわからないので、とりあえず回復を積めるだけ積んだと。ね。単体と、ベホマラーとね。でもなんか感じとしては、運命のタロットを優先して使う挙動が大きいのかな。
そんな気がしました。その点、運命のタロットは状況に応じて、まあ、単体にもなるし、全体回復にもなるんで、まあいいのかなというようなところですね。あとまあ、ノーデスをしたいって言ってるのになぜかね、ファバスの下、ファバスの鎧下をつけてるっていうね。まあギラ耐性を取りたかったんで、まあこれでいいのかなっていうことでね、あと素早さダウンガード超もついてますので、まあこれを、ね、差し引いたとしても、まあよかったのかな。あとは聖人の盾の、まあ、守護結界青と。で、これでヒャド耐性が取れますと。なので、まあ、大体 30% から 40% ぐらいですかね。耐性については。で、あとはルビスの兜で、まあ、早くね、チャージしといて、まあ、回復をね、すぐに打てるようにしとくというような感じですかね。ということで、まあ、意外とね、やってみるもんですね。できるもんですね。本当にマルチで、ノーデス全然取れなくてどうしようと思ってたんですけど、いいですね。このお任せバトル。ぜひね、皆さんも、この星パスをね、ぜひ導入してね、自分でこう、編成を考えて、まあ、要所でね、特約層とかは投げましたけれども、まあ、特約層をね、2、3個投げるだけで、ノーデスが取れると、ね、100チームもらえるんでね、ぜひね、ここの、星の冒険者パスポート、ご検討いただいてはいかがでしょうか。それでは。今回の動画は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをどうかよろしくお願いいたします。それではまた。